こんにちは、即歌塾の久保です。肩書きについてお話しすることが、そういえばなかったような気がします。私の方からね、肩書きについて、これはかなり目立つし、差別化できる、しかも簡単な肩書きだっていうのをね、いくつか紹介したいと思います。まあ一つはね、私が使ってます、キャというやつですよね。まあこれはなかなか肩書きというかね、何をイメージするのかわからないところですけども、なかなかいい言葉を思いついたなぁと。 あの、セミリタイアとかね、ファイヤーとか言ってい言葉ありますけども、私はシンプルに、江戸時代に使われていた隠居ってものを一人で使ってます。この隠居の素晴らしいところっていうのは、その意味が、水戸黄門のおかげで分かりやすいことと、あとね、多くの人が隠居っていう肩書きを使ってないことなんですよ。まあ、ですんで、隠居といえば、まあ、そっかしく久保哲郎かなっていうふうに紐づけていただければ幸いでございます。そしてですね、ビジネスを すするときにコンンサルタントのの人っていいはたくさんいますよね、はい、で私はねそのコンサルタントさんも差別化することによってひときわ目立つブランディングになると思うんですよ例えば一人親方一人会社のためのコンサルティングですよねまあ私も一人で会社をやってますまあ奈美さんもある意味一人で会社をやってるんですよねそして吉田さんも一人で会社をやってますそうすると 一人でやるがゆえに自由なところと一人でやるがゆえにちょっとわかんないところってあるわけですよ。例えばね、個人的な確定申告やそれから決算。こういった二つの、まあ、大体会計処理がありますよね。これっていうのは自分でやる方法もありますけども、やっぱり担当の税理士さんとかに会計士さんとかに任せるんじゃないかなと思うんですよ。ね、そうするとね、 どの税率んに任せればいいのかっていうことを紹介してあげる一人親方一人社長のための一人会社のためのコンサルタントさんっていうのは、まあ、一つ際立つんじゃないかなと思いますそうなんですよ一人会社といえども自分の顧問っていうのは持ったりするわけですよね外注先っていうのを持つわけですよでもどの分野に対しては外に投げればいいのかっていうことの判断がいまいちつかない方にやっぱりね 税法上のこととか会計上のことは自分でいちいち調べて法改正に追いついていくよりもそればっかりやってる専門家に年間20万とか30万をかけてでもね外注した方がそのための作業もないしそのために意識を取られることもないしで決算間近でガタガタすることもないしで社会的信用もあるし楽ですよっていうことをねこうアドバイスしてなおかつその税理士さんはいろんな えー、従業員がいない一人社長のための補助金とかね、えーまあ、支援金とかね、うん、まあそういった国からもらえる支給されるお金のことについても詳しいですよっていうふうにしておけばまあ一人企業の方にもものすごく <laughs> 役に立つんではないかなとあとその一人会社をやってる方があるプロジェクトを決めた時に全部一人でやるのももちろんいいんですけども 取引先を設けることによって、えー、集客にすごく効果があったりそれから利益的にもね、えー、かなり多くを見込めるよっていうふうな見極めをしたいまあそういう時に一人会社コンサルタントっていう人がいれば例えばこっちの一人会社こっちの一人会社こっちの一人会社抱えているコンサルタントさんはコンサル先をまとめて一つのね一、えー、人企業の、まあ、マッチングをすることもできるしその中で最適なプロジェクト仲間を こうやって募っていくここととマッチングさせるるもできるっていうところでなんか,あのかなりね今の時代に向いてるんじゃないかなと思うんですよ。もっと言うと一人で会社を始めたい人のために一人会社コンサルトさんっていうのは必ずスタートアップで例えば登記簿を作ったりとかね定款を作る時にも力を貸してくれたりとか丸投げを受け取ってくれたりとかさまざまあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういういいいいにろろ考えていくともう今一人で やってる会社ほど一人でやらないことが常作なのかなってところも見えますよねそのためのサポートをする一人会社のための一人企業のための一人親方のためのコンサルタントさんっていう風に名乗っていくというのはなかなか目立つんじゃないかなと思いますよね何もね大会社とかね大きな売上を扱ってるところにだけコンサルタントさんがいるって時代ではなくって小さいからこそ コンサルを一人でも二人でもつけた方がいいのかなっていう気もしますけどね。はい。では今回以上でございます。お疲れ様です。